こちら新種のメガネケースです。すごいね、作り方簡単なんですよ。メガネケースといえば私のね、この本にも載っています。こちらね、本に載ってるメガネケースも人気でたくさんの人に作ってもらいましたよ。作ってくれると嬉しいです。ありがとうございます。こちらもね、たくさん作ってほしいんですよ。これはね、必要になっちゃうんですけどね。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布でメガネケース作りたいと思います。こちらの2つの違いは角がね、あるかないかです。今回はね、この角がある方じゃなくてない方を作りますからね。角をね、作って縫うだけです。どちらも作り方は同じですからね。本に載ってるメガネケースの作り方は YouTube にもアップしていますよ。見てみてくださいね。今回蓋がつくので、こういうね、蓋を留めるものがあると便利です。アイロン接着できる、なんかこんなボタンみたいのがあるといいですね。材料はこちら、表布、裏布、キルト芯です。あとは、蓋を留めるものとタブ、つけるならタブになります。でね、今回布、表布、裏布、キルト芯は全部同じサイズなんです。キルト芯は表布に貼りますよ。裏布には接着芯貼りました。貼らなくてもいいんですけどね、貼るとかなりメガネケースがしっかりしますからね。今回ね、裏布にキルト芯を貼っています。表布です。サイズは 28cm×19cm、 28cm×19cm です。重ねてみると全部同じサイズですよ。キルト芯も一緒です。サイズは 28cm×19cm、 28cm×19cm です。キルト芯はこのね、接着キルト芯を使っています。私はね、ハードタイプが好みです。本の中でもね、登場しています。読んでみてくださいね。タブです。タブは 5cm×5cm、 5cm×5cm、 ここにね、つけなくてもいいですよ。蓋を留めるものはマグネットね、ボタンでも構いませんからね。まずタブから作っていきます。中心に向かって折ってサイドを縫ってくださいね。ここにね、Dカン通してもいいですよね。表布にキルト芯を貼ります。のり面を上にして表布を重ねてアイロンで貼っていきますよ。表布ですが、柄に向きがある場合は後ろ側はね、こんな風に逆さになります。1枚で作るのでね、裏が逆さになっちゃうんですよね。気になる場合は柄に向きがないものをお使いください。正面から見た時、柄が逆さにならないようにするので、左手に来る方が蓋になります。右手側が、袋口です。裏布を中表に重ねて袋口のところに返し口を作って、縫い代 1cm で縫い合わせてくださいね。縫い代の角をカットしておきます。一度表に返して袋口の形を整えて、もう一度中表に合わせておきます。この時ね、裏布下側になっています。輪から布端まで 9cm です。折り込んで表布を重ねます。今度はこの表布の輪、表布の輪を中心に 1.5cm ずつ折り込みます。こうすると 3cm のね、待ちができるんですよ。折り込んだ間に裏布を挟み込んでくださいね。裏布がちょっとね、余ったりしたら、もうこういうところはね、カットしておいちゃいます。このタイミングで表布の間、縫い代を避けてタブを挟み込んでおきます。タブを挟んだままコの字に縫いますよ。このままね、コの字に縫うと蓋が、角が出ます。で、ここをね、カーブで縫うんです。カーブで縫うと蓋がね、丸くなります。
もうこの小学校で使う分度器でね、私はねカーブを作っています。お皿でもコップでも何でもいいですからね。周囲を縫い代1センチでぐるっと縫ってくださいね。カーブはね、押さえをちょっと開けたりしつつゆっくり縫えば大丈夫です。余分なカーブをカットして、縫い代ちょっと厚かったらね、気になるようだったらこのキルト芯だけ少しそぎ切りしてください。カーブに V 字で切り込み印を入れました。角とか間の厚い、余分な縫い代とかも適当にカットしてくださいね。表に返してカーブのところはね、中にちょっと手をグッと入れて指でギュギュッとします。アイロンで形を整えます。返し口はね、手縫いで縫いとじたっていいですからね。ミシンも面倒だし手縫いも面倒だっていう場合は、まあね、こんな両面テープでね貼り付けちゃうのもありですからね。意外にね、割と綺麗に布がピタッとつきますからね。こんな感じにね、いい感じにつきます。周囲をね、この袋口の部分も縫い押さえたっていいんですよ。猫ちゃんの方ね、縫い押さえてみます。あ、どれも猫ちゃんなんですけどね。ピンクの方は袋口と、周り縫い押さえました。ボタン接着タイプのマジックテープです。お使いのメガネに合わせてボタンの位置は決めてくださいね。こちらはアイロンで、貼り付けるタイプのものです。私は丸いものを選んで使いました。できました。完成です。はい。いや、簡単にね、もうあっという間にできちゃいましたよ。メガネもしっかり収まります。割とね、もうね、すごいしっかりね収まっちゃいますよ。まち3センチありますからね。ボタンの位置今回かなり下に下げてみました。最初 1.5 センチにしようかなと思ったんですけど、ちょっとね上3センチ開けてみました。ボタンはね、もう本当にお好みです。蓋にね、どれだけ余裕を持たせるかだけなんでね。この子ね、偶然ですからね、あったのは偶然ですからね。柄がピタッと合う時あるんですね。で、ピンクのはね縫い押さえていて、こちら縫い押さえていないとちょっとね、裏布がこう出たりします。だからふんわり感といえばこのね、ふんわり感がいいんですが、こうピシッと押さえてる方が収まりがいいといえば収まりがいいんです。今回はどれも猫ちゃん柄で作りました。皆さんもぜひ一度作ってみてください。本好評発売中です。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。